攻撃にゴールにもつなげてるんで、そこを逆に言わせるようなプレーっていうのが、これはあーオフサイドない、浅野、浅野4対1浅野雄也今日2点目狙っていました。サポーターに向かいます。このワンタッチがこれ黒川ですかね、これがこう効きましたよね、はい、これもあの前のところでこうプレッシャーかけながらですね、これうまく落としてそのままワンタッチで入れてますけど、ここも動きすぎてないじゃね、浅野がね。なるほど、はい、これ動きすぎちゃうとゴールから外れちゃうんで、はい、真ん中のところの自分が今度左からインサイド取って我慢してで相手の背後を狙ってると、まあ、今日の浅野は大活躍じゃないですか。そうですね、はい、